世の中には本当に色々なポイントがありますが、どんなポイントにも共通している鉄則があります。それは、貯めたらあかん使い切るんやポイントを使い切らなければいけない理由。それは利息がつかないから。金融資産っていうのは利息を生むものです。ところが、お金の代わりに支払いができるポイントっていうのは、いくら貯めても利息を生みません。 確かに溜まりまくるポイントを眺めるのは気持ちがいいし、溜まったポイントを使って一気に買い物するのもこれも気持ちいいです。だけど、もしポイントを優先的に使っていれば、その分キャッシュが手元に残っているはずなんですね。それを運用すれば利息がつきますよね。お金持ちっていうのは自分の保有する資産はメンテして収益性の低い資産は組み替えていきます。自分の保有資産一覧を見たときに稼ぎの悪い資産を眺めながら、君君もっと働いてくれないと困るよって考えるのがお金持ちの発想です。ポイントは資産のくせに利息がつかない。 これがポイントを優先的に使い切るべき一番の理由です。必要なものを買うときにポイントを優先的に使うようにしましょう。手元に残すべきなのはポイントではなく現金です。そして余剰資金が生まれたらそのままにせずにしっかり運用しましょう。